こんばんは、勝則です。今日も白ザリガニですね。脱皮して大きくなった白ザリガニのオスをご紹介させていただきます。この子は最初小さくて交尾して子孫がこう生まれてるんですけど、シザリガニをいつも紹介しているこの父親なんですけど、すごく大きくなりました。子供が、交尾して子供ができてから1回脱皮して、すごく体が一回り大きくなって立派になってますね。メスも同じように一度脱皮してますから、この調子で、脱皮を繰り返してくれるとすごく大きくなってくれるだろうと楽しみにしている子ですね。で、この子の親ですね、おばあちゃん、おばあちゃんが、わかりますかね、脱皮柄、脱皮しました。で、腕が再生してくれるんじゃないかと、片腕なくしてたので、交尾にすごく不利で、うまくこれで交尾できるようになってくれるんじゃないかと期待してた子が、この母親です。すごく大きくなってます。この脱皮で、この脱皮ですごく大きくなってるんですが、右のハサミは再生されませんでした。残念で悲しいことですが、ハサミが再生されることはありませんでした。ショックとは言いませんが、ほんまに残念です。ハサミが再生されていたら本当にすごく交尾は期待できて、多くの子孫を残してくれるんじゃないかと期待してたんですけどね。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。失礼します。